私は認めんぞ。証拠など何一つないではないか。ではお聞きします、青地検事、あなたはこの薬飲めますか。え、もし彼女が無罪ならばこの薬には毒など入っていない、そうでしょ。そう、それはまあなんというか。さっきあなたは言いました、宮永千奈美を命を懸けて信頼していると。え、さあ先輩、この新米に証明してください。どれほどの覚悟を持って証人を信頼していたのか、あなたが懸けていたという命がどれほどのものなのか。わがーはー、ケガ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 、抜ける抜ける抜ける、抜け落ちていくぞ。弁護人、あなたは宮永千奈美という人物と何か因縁が。それは本件とは関係のないことです。そうですか。それでは被告人鳴尾龍一に判決を言い渡します。無罪。ちーちゃん、本日はこれにて閉廷。